つばくろ。山本周五郎作1一。吉永の話があまりに突然であり、あまりに思いがけなかったので、木平貴雄にはそれがすぐには実感として受け取れなかった。話したものかどうかちょっと迷ったんだけれど、とにかく他のこととは違うからね。吉永節太郎は勤めて淡白な調子で言った。 何でも、梅の咲き出す頃からのことらしい、七日起きぐらいに会っていたと言うんだが、そんなけぶりを感じたことはなかったのかね。まるで気がつかなかった。だって、七日起きぐらいに外出していたんだぜ。願掛けに行くということは聞いていた。確か、大正寺の観音とか言っていたように思うが、それが不自然には見えなかったんだね。吉永はこう言ってから、ふと頭を振り、 口の中で一人ごとのように呟いた。いかにもノリいららしい。それは彼が高尾に対してしばしば漏らす短足であった。高尾の弱気に対して善良さに対して、感動した場合にも、また咎めるような時にも、そう短足することで、彼は自分の気持ちを表現した。高尾は目を伏せたまま遠慮するように聞いた。それで相手も見たのがね。 見たよ。森総右衛門の三なんだ。知っているだろう。森三之助。というと、確か江戸へ行った。行かなかったんだな、江戸へは。現に俺がこの目で見ているんだから。そこで吉永はちょっと口をつぐんだ。こちらの話すことが、高尾をどんなに痛めつけるか、どんな苦しみを与えるかは、初めからわかっていた。しかし、今度のことは、下手にいたわったり、妥協したりしてはいけない。 どんなに残酷であっても傷口の真ん中を切開し腐った部分をきれいに嗅ぎ出してしまわなければならない。この場合は無情になることが彼に対する友情なのだ。こう思いながら吉永は事務的な口ぶりで言った。痛みてのものはまだ何も知らない。他にも気づいているものはないだろう。今のうちに肩をつけるんだな。狭い土地のことだからこのまま行くと 必ず誰かの目につく。そうならないうちに始末をつけるんだ。俺で役に立つことがあったら何でもするよ。吉永の家を出てしばらく歩くうちに、高尾は体に不快な岩を感じた。発熱でもしたようで目がぼんやりし、膝から下がひどく重かった。吉永がその目で見た。ぼんやりした頭の中で絶えずそういう声が聞こえた。 自分でない誰か他の者のがつぶやいているように、よそよそしい調子で繰り返し同じ声が聞こえるのであった。吉永が自分で突き止めた。どうにか始末しなければならない。だが、どうしたらいいのか。意識は痺れたように少しも動かなかった。まるで白痴にでもなったように集中して物を考えることができず。 思うことが端からバラバラに崩れ、取り留めのない断片ばかりが休みなしに空回りをするだけだった。家へ帰って、妻の顔をどう見たらいいだろうか、平静でいることができるだろうか。彼はそれを案じた。だが、思ったより心は穏やかで、夕気も平静の通り大助と一緒に撮った。妻の様子にも変わったところは見えなかった。 帰って明るく元気な風でさえあった。大介は半月ほど前から自分で食べるようになったが、まださじが十分に使えないので、体中を飯粒だらけにし、口へ入れるよりこぼす方が多かった。下手に手を出すと怒るので、うまく騙し騙し、い添いをしてやるのだが、顔についたのを取ったり、こぼしたのを拾ったりする妻の様子は、 若い母親の満足と喜びにあふれているように思えた。寝る前に話そう。高尾はそう思った。あっさり言い出せるような気持ちだったが、いざその時になると言い出すことができなかった。役所から持ってきた仕事を机の上に広げ、筆を持ったが、そのまま机に持たれてぼんやりと時を過ごした。自分では気がつかなかったが、 その時すでに彼の苦しみが始まっていたのである。それは効き目の緩慢な毒が血管を伝わって徐々に組織を犯すように、じりじりとごくわずかずつ時間の経過につれて広がり蝕み深く傷つけていった。三日ばかりの間に彼は痩せて顔色が悪くなり食事の量も少なくひどい不眠のとのように目が濁ってきた。 お加減でも、悪いのではございませんかお市が心配そうに尋ねた。俺か。高尾は妻の方へ振り向いた。それは、キラから話を聞いて五日目の朝のことで、彼はちょうど途上の支度を終わったところだった。振り向いて妻を見たとき、彼の胸のどこかに鋭い痛みが起こった。お市は、青みを帯びた綺麗な目で、 こちらを見上げていた。五尺そこそこの小柄な体つきであるが、全体の金星がよく取れているので、立ち居の姿は形よくスラッとして見える。キメの細かい肌はいつも鮮やかに血の色が差していて、濡れたように滑らかな薄香配色の唇とともに、まるで育ち盛りの少女のような、あどけないほど柔軟でにおやかな生めかしさを持っていた。 ちりほどの汚れもないこの綺麗な目が、少しの濁りもないこの柔らかな肌が。高尾は言いようのない激しい感情に襲われ、俺かと反問しかけたままで顔を背けた。その時突き上げてきた感情は生まれて初めて経験するものだった。苦しいとも悲しいとも寂しいとも形容できない。自分では全く区別のつかない。 しかし、非常に激しいものであった。玄関へ出ると、お市は大介を抱いて送りに出た。高尾の気持ちがわからなかったのだろうか。式台へ膝をついてこちらを見ながら言った。私、今日は大正寺へ参詣に参りたいのですけれど、よろしゅうございましょうか。いや、今日はいけない。高尾は向こうを見たままで答えた。 今日は早く帰ってくる。話があるから、どこへも出ないでいてもらいたい。はい、というお市の声は、消えるように弱かった。高尾は、こわばった片付きで、妻の方は見ずに玄関を出た。その後ろへ、大介の、ひたたらずな声が迫ってきた。たたま、おちび、よよ、よよ。 2. 大正寺という妻の言葉が反射的に彼の決心を促したようだ。城へ上がるとすぐに支配へ届けをし、昼の弁当を使わずに下場した。決心はしたものの、心は重く塞がれ、刺すような胸の痛みは少しも軽くならなかった。帰る途中で何度も立ち止まり、白く乾いた埃だった道の表を眺めながら、 彼はふと無意識に頭を振ったり、思い惑うようにため息をついたりした。お市は家にいた。食事はいらない。お前大助と住ませたら今へ来てくれ。高尾は着替えをしながらこう言った。妻の顔を見ることができなかった。返事を聞くのも耐え難いようであった。今へ入った彼は机に向かって座り、 開けてある窓から外を眺めた。落ち着かなければいけないと思った。そこは東北に向いた横庭で、亡くなった父の植えただけかんばが五六本あるほかは、袖垣の茨が枝を伸ばしたのや、矢だけの藪などが手入れをしないので勝手に生え広がっている。だけかんばは寒い土地の切れい、こんなところでは根づくまいと言われたのだが、 植えた時から見ると倍以上にも育ち、今も若枝にみずみずと柔らかそうな束が出揃って、春中の日光をキラキラと映していた。ほいち、ほいち。高尾はそっと口の中でつぶやいて、そうして机に肘をついて目をつむった。彼女は貧しい鉄砲足軽の一人娘だった。 父親はコウス介といって大層好人物だったらしい。妻が長いこと胃を病んで随分緊急していたところへ、コウス介がまたそっちゅうで倒れた。母親が長い間寝ていたので、お市は八、九歳の頃から炊事や洗濯をし、傍ら近所の使い歩きや子守りなどをして家計を助けていた。父の倒れたのは、 十三歳の秋であったが、その時分には、糸張りを持って、巧みに繕いものをし、またしばしば、よそから頼まれて、ほどきものや、張り物などの手伝いに行った。両親の世話をしながらのことで、どんなにか、苦労だろうと思われるのに、そんな風は少しも人に見せなかった。明るい顔つきで、ハキハキして、いかにも素直であった。 背丈は小さいが、器量はかなりいいし、気恥が効くので、誰にも可愛がられた。孔介が倒れてから間もなく、周りの人々が、お市に縁談を持ってき始めた。お市はまだ十三であったが、一人娘だから、形式だけでも婿を取って、一応、相続の届けを出すのが常識である。そういう話の出るのは当然なのだが、十三のお市が、 そのことだけは固く拒んだ。私は一生、二親の面倒を見て暮らします。たとえ形だけでも、親子三人の生活を変えたくないという気持ちらしい。父親の康介もそれに同意と見えて、かなりいい縁談にも、はかばかしい返事をしなかった。久男の加盟などと言っても、所詮は鷹の知れた小足軽のことだし。 変なものを無効にして、行く先、お市に苦労させるのも、かわいそうだから。そっちゅうで、よく舌の回らない孔介は、そんな風に言って、どの話をも断った。その頃は、世の中が一般に乱熟期といった具合で、貧富の差もひどく、人情、風俗も荒れていた。貧しい多数の人たちが飢えているのに、 富裕なものはその目の前で贅沢三杯をして恥じない。武家でも、とんだ町人から持参金付きの嫁や婿を入れて、それがさほど稀なことではなくなっていた。男女間の風紀なども、とかく乱れがちで、いろいろと嫌な噂が多かった。孔介が婿養子の話に乗らなかったのは、こういう世相から押して、 来てくれる人間に信頼が持てなかったらしいのである。お市が、十五歳の春に康介が死に、ほんの見つきほどして、後を追うように、母も亡くなった。その少し前から、お市は、縫い物や時物を死に、のりひらの家へしばしば来た。高尾は知らなかったが、母の伊勢が非常な気に入りで、特別にひいきだったらしい。 父の高野城も無論同意の上だったろうが、お市が孤児になるとすぐ、母の実家の青野へ彼女を預け、そこで十八まで教育した上、青野を仮親にして、高尾の嫁に迎えた。のりひへ来てから二年ばかりは、お市は悲しそうな、浮かない様子であった。この結婚が気に入らないのかとも思えた。 母はいろいろ心配したようであるが、高尾はほとんど無関心であった。一年半ほどして父の高野城が亡くなり、その翌年の夏に母も激しい離病で死んだ。その時のお市の嘆きようは異常であった。こんなにも母を慕っていたのかと、高尾が目を見張るほど嘆き悲しんだ。後で思うと、 その時、お市は身ごもっていたので、そんなことも影響したのかもしれない。そうして、それを起炎のように、お市は初めて、高尾に心を寄せてきた。性質も、次第に明るくなり、家事の取り回しも、キビキビするようになった。大輔を生んでから、お市はさらに、美しくなっていった。それは、固い好みの殻が破れて、新鮮な果肉が、 現れたという感じである。肌は脂肪が乗っていよいよ艶やかにしっとりと柔らかい弾力を帯びてきた。自信と落ち着きを加えた瞳は時に驚くほどなめめかしい動き方をする。生命と若さの溢れるようなみずみずしい妻の姿に高尾は初めて女の美しさを見つけたような気がした。そのお前は、ほいち。 そのお前が、俺の知らないところで。高尾は目をつむったまま、そっとこうつぶやいて、苦しさに耐えないかのようにあえいだ。廊下を妻の来るのが聞こえた。その足音はいつもの妻のものではなかった。弱々しくためらいがちな、つま先で歩くようにさえ聞こえた。高尾は妻が座るまで黙っていた。それから、 目を開いて、崖看板の枝を見上げ、薄く、霞をかけたような空の青を眺めた。お前に、聞きたいことがある。彼は、妻に背を向けたままで言った。私も聞きにくいし、お前も答えにくいだろうと思うが、とにかく、正直に返事をしてもらいたい。お市は、はいと言った。低く、かすれた声ではあるが、すでに、 覚悟を決めたという響きがあった。高尾はくじけそうになる自分に無知を当てる気持ちで思い切って妻の方へ向き直った。しかしその時、廊下をバタバタと大助が走ってきた。だってまあ、母さん、ちばめよ、千ばめが落ちかけたのよ、千ばめの落ちよ。回らない下で叫びながら走ってきて母親の肩をつかみ興奮して、 赤くなった顔で父を見て、せいせい息を切らしていった。ほんとよ、タートマやっちゃい。ちばめが落ちかけたのよ。早くよ。ね、カタん。よしよし、わかった。高尾は子供に笑いかけてうなずいた。父様は今ご用があるから、母さんと先に行っておいで。後からすぐに行くよ。お市は飛び立つように立った。まるで、 囚われた者が解放されたように、大介を抱き上げて小走りに出て行った。高尾は窓の方へ向き直り、机へ片手を投げ出しながらため息をついた。不思議なことに、彼自身も救われたような気持ちだった。それは不決断であり、未練であるかもしれない。単に時間を延ばしたに過ぎないのであるが、 彼はほっとして、もう少し待ってみようと思った。人間は皆、それぞれの過去を持っている。ただ、現在の事実だけで、責任を問うわけにはいかない。男女関係は特に微妙なのだ。もう少し様子を見ていよう。こう考えたのであった。お市はまもなく戻ってきた。大介を抱いたまま、廊下からおずおずと言った。 バキ玄関の中へ、ツバメが巣をかけましたの。払わなければいけませんでしょうか。そのままでいいだろう。高尾はこう言いながら、振り返って子供を見た。そうか、オチというのはオスのことだったのが、第三の言うことはわからないね。あのチバメ、大胆のだね、たたま。うん、大胆のだ。そしてこれからは、ずっと毎年やってくるよ。大胆の高田だね。 そうだ、第三のつまめだからだ。夫の軽い口ぶりを聞いて、お市は声を上げて笑い出しい、大介に激しく頬ずりをしながら、そしてむせるように笑いながら去っていった。三。もちろん、それでことが解決したわけではない。 彼の胸にできた傷は絶えず痛み、時を切って鋭い苦痛に襲われる。夜の眠りは浅いし、無意識にため息をついたり、うめき声を上げたりした。ふとすると、凶暴に妻を責める空想にふけっていることもあり、何もかも投げ出して、山へでも逃げたいと思うこともあった。これらは生まれて初めての経験であって、 その苦痛の激しさと深さは、たとえようのないものであった。だが、この苦しさには、慣れてゆけるだろう。彼はそう思った。人間は大抵、悪い条件にも、順応できるものだ。辛抱強いことでは、彼は自信がある。自分が苦しむだけで済むなら、それで、誰も傷つかずに済むなら、必ず、耐え抜いてゆけると思った。 残る問題は、お市の気持ちだ。相手は、森三之助だという。彼らがどうして知り合い、どこまで深入りしているのか、相手はとにかく、お市はどう思っているのか。それだけは、どうしても、はっきりさせなければならないだろう。だが、そうだろうか。二人に会う機会を与えないで、このままの状態で、時間が解決してくれるのを待ってもよくはないか。 つばめが脇玄関に巣をかけた日から、高尾はこのように思いまどい、苦しい、悩ましい時を送った。だが、それからちょうど四日目に、突然、思いがけない出来事が起こった。その日は、下場の後で役所の支配に招かれていた。正光文野心というその支配は、四十三になるが、結婚して十四年目に、 初めて男の子を儲けた。まるで大将首を拾ったような気持ちでね。彼は相手構わずそう言って喜んだ。その出生祝いに招かれたのであるが、老職も三人ほど来て、主演は思いのほか長くなった。高尾は上役の人たちの後から辞去したので、正光家の門を出たのは十時に近かった。正光の家は三条丸にある。 そこから、下北丸の自宅まで帰るには、大手道と、マトバートを抜けるのと二つある。マトバートの脇を抜けるのは裏道だが、その方が早い。下僕は先に帰らせたので、高尾は自分で提灯を持って、その裏道を木戸に着いた。マトバートは二万坪ばかりの広さで、今では石や材木の置き場に使われている。 周囲には古いシの木やカシや奈良などが柵のように幹を接し枝を差し交わしその向こうに荒れた草原が広がっていたそこは武家屋敷の西の外角にあたる道幅も六軒ほどあってぐるっと的場と反周することができた月の冴えた晩であった片側の木立の枝葉が 道の半ばまで鮮やかに影を落としていた。あまり月が明るいので、高尾はちょうちんを消そうと思って立ち止まった。その時、後ろに尋常でないもの,のけわいを感じ、反射的に振り返るなり、あっと言って持っていたちょうちんを投げながら彼は横へ飛んだ。後ろから裸足でつけてきたらしい、覆面をした男の彼だと、 頭上へ襲いかかる刀の先光とが、振り返る高尾の目いっぱいに被さったのである。何をする待て横っ飛びに道の一方へ避け、自分の顔を月の方へ向けて彼は叫んだ。人違いするな乗平高尾だ男は小立ちの陰にいた。その二軒ばかり左で放り出された提灯が燃えている。相手は、 誰とも見当はつかないが、覆面しているのと、裸足になった足袋の白さとが、激しい殺気を漂白するように見えた。人違いではないのだな。名古屋え、誰だ高尾は、剣を感じて刀を抜いた。その時相手は、全てのように切り込んできた。少しも声を上げない。息を詰めて、ほとんど捨て身の動作で、シャネムに切り込み、切り込み。 そして切り込んだ。お、そうか。高尾は、小立ちの中へ飛び込みながら、思わず心に、そう叫んだ。そうだ。その人間の他に、自分を狙うものはない、彼だ。こう思い当たると、高尾は突然、激しい怒りに襲われた。わかった。森三之助だな。彼がそう叫ぶと、相手の体は、戦慄するように見えた。高尾は、 自分の声に自分で闘志をそそられ、さっと明るい路上へ飛び出した。人ものそんなにお市が欲しいならやってみろ。そうむざむざと、切られはしないぞ。相手は、うめき声を上げた。絶対絶命と思ったらしい。やはり声は出さなかったが、まるで逆上したように突っ込んできた。切ってやろう。高尾はそう思った。だが、次の刹那に、 相手が激しくのめって転倒した。どこか骨を打つような音が聞こえ、刀が手から飛んだ。すぐ羽を切る風だったが、どうしたのか、そのままガクッと地面に伏し、苦しそうに足を縮めてあえいだ。その惨めな姿を見たとき、高尾の怒りは水を浴びたように冷めた。逃げろ。今なら逃げられぞ。高尾は、 刀を持ったまま走り出した。四の弱気は知らないものはなかった。吉永節太郎とはごく幼い頃から、誰よりも親しく付き合い、互いに深く信頼し合っていたが、その吉永でさえ彼の弱気にはしばしば勘を垂れた。近頃では、 諦めた様子で、そんなことがあっても、相変わらず、乗りひららしいな。こう言って、苦笑する程度だが、以前はよく怒って、意見をしたものであった。まとわあとから、うちへ帰ったとき、彼はもうすっかり落ち着いていた。むしろ、異常な興奮の後の、しらじらと、悲しいような気持ちであった。けれども、着替えをしたとき、 脱いだものを畳たたんでいたお市が、あっと低く叫ぶのを聞き、何気なく振り返って、お市の手にある袴を見た刹那に、再び怒りがこみ上げてきた。袴の腰下が横に一尺ばかり切れていたのである。高尾はやや乱暴に着物も取って広げてみた。着物もその部分が切れていた。なんというやつだ。 高尾は激しい怒りのために息が詰まりそうだった。お市も震えていた。およそ事情を察したのだろう。広げた袴の上へ手をついて神戸を垂れたまま震えていた。俺は闇討ちをかけられた。誰が闇討ちを仕掛けたか、お前にはわかっているはずだ、お市。彼はこう言ってそこへ座った。お前は今夜のことも、 知っていたのではないか。お市は、うなだれたまま、頭を振った。正直に言え、まさみつから帰る途中にやると、お前は、森から聞いていたのではないのか。高尾の声は、激しかった。お市は、その声に、打ち伏せられるかのように、ううっと声を上げて、前へのめった。前のめりに倒れると、片方の腕が、ぐらっと、 力なく投げ出されて、そのまま動かなくなった。おいち、おいち。彼はすり寄って呼んだ。妻の顔は血の毛を失ってこわばり、固く歯を食いしばっていた。悶絶したのであった。高尾は茶碗に水を汲んできて、妻を抱き起こして、食いしばった歯の間から口の中へ注ぎ入れてやった。息を吹き返したおいちは、 ようやく身を起こしたものの、正しく座ることができないと見え、両手を畳について、それでも不安定に半身をぐらぐらさせていた。今夜は聞かなければならない。どうして彼と知り合ったのだ二人はどんな関係になっているんだ正直に言ってくれ。お市は荒く息をついていた。だが、悶絶するほどの苦しみを経て、 覚悟は決まったのだろう。低くかすれた、うつろな声で、途切れ途切れに言い始めた。あの方に、松葉屋の飴を差し上げました。それから、米屋のおまんじゅうも。何を言い出すのかと思ったが、それがお市の告白の最初の言葉であった。あの方は、 子さんなんで、その上、他のご兄弟とは、お母様が違うのです。あの方は、皆さんとは別に育てられ、下男たちと同じ長屋に、一人で寝起きしていらっしゃいました。あの方はいつも一人で、寂しそうに、悲しそうに、窓から外を眺めておいででした。森三之助が、宗うえの、しょの子だということは、おいは、 森家のかひから聞いた。その頃、十三になっていたお市は、前に記したような事情で、森家へもしばしば頼まれ者で行くうち、三之助の高な身の上を知ったのである。お市は、彼が哀れでたまらなかった。彼は小遣いなどはもらえないで、自分にあてがわれたその長屋の人まで、何かの写し物をしていたり、ぼんやりと、 窓から外を眺めたりしていた。あの方がどんなに寂しく悲しい気持ちでいらっしゃるか私にはよくわかりました。私も貧しく苦しい辛い暮らしをしていましたから。あの方がどんなに不幸でいらっしゃるか私には自分のことのようにわかりましたの。不幸を経験したものでなければ不幸の本当の味はわからない。 お市は彼の上に自分の哀れさを見た。慰めてやらずにはいられなくなった。そしてある日、お市は貧しい銭で松葉屋の飴を買って彼にやった。あの方は初めての時はそんなものはいらないと言って怒ったように脇へ向いてしまいました。あの方はからかわれたと思ったそうですの。あの方が十九、私が十三の時でございました。 三度まで彼は受け取らなかった。三度目にはお市は泣いて帰った。そして四度目に初めて三之助はお市の贈り物を取った。これではあべこべだね。でももらうよ。ありがとう。彼はそう言って泣くような笑い顔をした。そしてこっちの気持ちが分かったのだろう。それからはいつもお市の持って行くものを喜んで受け取った。 こちらの境遇が境遇なので、無論、そういつもというわけにはいかなかった。だが、お市は身を詰めるようにして、小さい知恵を絞って、できるだけ彼を慰めることに努めた。城下で名の高い、米屋のゅうなども、た度か持って行って彼を喜ばせた。うまかったよ。話には聞いていたが、食べるのは初めてだ。やっぱり、評判だけのことがあるね。ありがとう。 初めてそのまんじゅうを食べた時の三之助の嬉しそうな顔は、お市には長く忘れることができなかった。高尾の母の鳥なしで、青のへ引っ取られてから、お市はもう三之助を訪ねることはできなかった。新しい生活を身につけることでいっぱいだったし、時の経つうちに自然と忘れていった。そうしてお市は、のり開きの嫁になったのである。 今年の一月の下旬、お市は大助の無封じに大正寺へ参詣をした。その帰りに三之助に呼び止められ、彼に強いられるままに足や下半の痛み亭という寮亭に上がった。三之助はひどく痩せて青白い顔になり、しきりに席をしていた。彼は初めから興奮して落ち着かない様子だったが、座って間もなく、 思い詰めたような表情で意外なことを言い出した。私は今では逃亡者なんです。彼はまずこう口を切った。前の年の暮れに彼は無この話が決まった。先方は江戸屋敷のもので五穀三人ぶくらいの価値だという。それもいいが話のまとめ方が乱暴で投げありで下僕たちまでが厄介払いだ。などと。 陰口を聞いていた。そして正月になるとすぐ若干の金をくれ、ほとんど木の実木のままで、江戸屋敷のこれこれというものを訪ねてゆくようにと命令するように言われたのであった。三之助は江戸へは行かなかった。行くと見せて城下に潜んでいた。二十七歳まで耐え忍ぶ生活をしてきた彼は、その時、 初めて怒ったのである。その怒りが、そのままお市への死母に変わった。彼はお市に会って、自分の不幸を訴えたかった。お市なら、わかってくれるだろう。そして、あの頃のように、温かく慰めて、今後の相談相手にもなってくれるだろう。こう思って、密かに機会を待ち、ようやくその日に巡り会えたという。彼の話を、お市は、 泣きながら聞いた。そしてやはり、江戸へ行くようにと進めたのである。このままでは行けない。もう一度会ってください。三之助は、そうせがんだ。お市は、拒むことができなかった。日を定めて、また会い、そしてまた、次の日を約束させられた。私に愛情を見せてくれたのは、あなた一人だ。 私に持ってきてくれたあの歌詞がどういう銭で買われたものか私はよく知っていた。私がどんなに嬉しかったかあなたにわかるだろうか。持ってきてくれる歌詞よりもそうしてくれるあなたの気持ちが私にとってどんなに嬉しかったか。この広い世の中に私には父も母もない、兄弟も友達もない。私にはあなただけだ。あなたは。 私のたった一人の人だ。彼の言葉は会うたびに激しくなるばかりだった。もうあなたなしには生きてはいけない。生きて行きたくもない。どうか私のところへ来てください。ノリイラさんは身分もよし裕福で、あんな可愛い子供まである。ノリイラさんにとってはあなたが全部ではない。しかし私にはあなたが全部だ。 あなたに別れるくらいなら、私は死ぬことを選ぶ。私のところへ来てください。あなたには、この気持ちがわかるはずだ。どうか、私をこれ以上、不幸にしないでください。お市には、彼を突き放すことができなかった。現在の満ち足りた生活が、彼に対して、罪であるかのように思えた。あの方が、どんなにおかわいそうか。 私にはよくわかりますの。私も小さい時から苦労して参りました。世の中の冷たさ、人々の無情さ、苦しい辛い日々、費用のない貧しさ、お市はそういう中で育ちました。あの方を慰めてあげ、あの方の支えになってあげられるものは私の他にはございません。他には一人もいないのでございます。 お市はこう言って、たもをキリキリと噛んで、声を殺して泣き言った。高尾は目をつむっていた。怒りは消えたが、怒りよりも耐え難い悲しさ。絶望と言ってもよいほどの悲しさが、彼の全身を浸し、呼吸を圧迫した。わかった。それでよくわかった。高尾はやがて口を切った。言いたいことが、 喉へ突き上げてくる。思う様、声を上げて叫びたい。わめき、となって、胸にあるものを残らず吐き出したかった。しかし、彼にはできなかった。懸命に自分を抑え、できるだけ平静な声で静かに続けた。私にも言いたいことはある。だが、それは言わなくとも、お前にはわかっているだろう。だから、ここでは、 一番大事なことだけを話そう。彼は眉をしかめ、ちょっとどもって、だが、やはり穏やかに言葉を継いだ。私が苦しんだように、お前も、そして森も苦しんだろう。私だけが苦しんだとは思わない。三人とも、お互いに苦しんできた。おち、この苦しみを生かす方法を考えよう。今一番大事なのは、それだと思う。 この苦しみを無駄にしてはいけない。これをどう切り抜けるか、お互いが傷つかぬように、できることなら、お互いが幸せになるように。それをよく考えてみよう。お前、そう思わないか、お市。あなたの思うように、なすってくださいまし。追いつしながら、ギレギレに、お市が言った。私には、もう、何を考える力もございません。 あなたが、こうしろと、おっしゃる通りにいたします。どうぞ、どのようにでも、思いのままになすってくださいまし。五。それから数日して、お市は猿ヶ谷の湯治場へ立って行った。衰弱した体の療養という届けを出し、主には松助という老木を、 一人つけてやった。友をさせる以上は秘密にはできないので、松助には事情をあらまし打ち明けた。すると、はじめはどうしても友は嫌だと言って拒んだ。彼は、地の代から、もう三十四年も乗り平に勤めている一徹で頑固で、人付き合いは悪いが正直な、いつも、むっと膨れているような老人だった。さような不定に。 加担するようなことはお断り申します。私には務まりません。不定に加担する、などという強い表現は、いかにも彼らしかった。高尾は彼に頭を下げた。生き札の複雑さと、周囲の者に不信を持たせないためには、乗り平家に最も古くからいて、親族や自由にも信用されている松助に、友をしてもらうより他にない。もし、 この内情が漏れたら、のりひらの家がどうなるかわからないのだから、こう言って頼んだ。長生きをすると恥が多いと申します。こんなお役を務めようとは、夢にも思いませんでした。松助は悔しそうに涙をこぼした。猿ヶ谷は、城下から東北へ、十里ほど行った、林藩の領内にある山の中の湯治場で、 五種類の入れ湯が湧くので名高く、かく、随分遠くから病気療養の客が来る。しかし、多量のことだから、この藩の武家で行く者はごく稀である。雑多な客が絶えず出入りすること、家中の者のに見つかる危険の少ないこと、そういう点で高尾はそこを選んだのであった。お市が立ってから三日ほどして、高尾はその報告をしに、 吉永へ行った。療用で当時にやったそうだね、聞いたよ。節太郎は機嫌よくそう言った。そして慰めるつもりだろう。すぐに酒の支度をさせて、酒好きを交わしながら高尾の話を聞いた。はじめは機嫌がよかったけれども、聞いているうちに、吉永は難しい顔になり、しまいには怒ったように高尾を睨んだ。では。 森も一緒に、猿方にへ行ったのか彼には今、お市が必要なんだ。では、ノリヒラには必要ではないというのか今度のことは、誰が悪いのでもない。高尾は目を伏せて、食い声で言った。ただ、不運な巡り合わせだったんだ。誰にも責任はないし、誰をこうにもしたくない。俺の考えたことは、それだけだ。吉永は、そっぽを向いた。 いかにも不服そうである。そして、そっぽを向いたまま、どういうふうに解決するつもりかと聞いた。二人は、猿語に一年いてもらう。高尾はこう答えた。その間に、生活の手鶴が見つかるだろう。見つからない場合にも、一年経ったら、俺は、お市が病死したという届けをする。二人は、二人の生活を始め、俺は俺で、できるなら、 新しい生活を始めようと思う。やりきれないな、そういう話は。吉永は、突っ返すように言った。そこまで行くと、もう弱気とか、善良などという皿ではないね。むしろ、不特技だし、人間を侮辱するものだ。森が男なら、そういう恩恵には、耐えられなくなるぜ。吉永なら、他に手段があるかね。森とは決闘するか、追っ払うかだ。 妻は綺麗に許すか離別するから。それがお互いを尊重することなんだ。俺には自分にできることしかできない。高尾は自分に言うように言った。俺は人の苦しむのを見るより自分で苦しむ方がいい。これがもし人間を侮辱することになるなら、俺は喜んでその席を追うよ。 日が経っていった。月に一度ずつ、猿ヶ谷から松助が来る。表向きは療養の経過を知らせるという意味で、その時、二人に変わったことがあれば聞き、こちらからは滞在雑費を渡すのである。だが、二人には変わったことはないと見え、松助は何も言わず、高尾もそれには触れなかった。松助は来ると一夜止まって、また、 むっとした顔で戻って行った。大介は、お市の立って行った日から、ぷつっと母を呼ばなくなった。亡くなった母の実家の青野では、実際の内情はもちろん知らなかったが、高尾が不自由だろうというので、青野の登園にあたるものを手伝いによこした。勝江という名で二十六歳になり、一度結婚したが、 不になって戻ったのだという。それにしては少しも暗い影のない解放的な広く明るい性質で、一日中どこかしらで笑い声の聞こえないことはないという風だった。大さん、さあおばさんに飲んなさい。お馬どうどうしましょう。ほら、走るわよ。四つんばいになって大助を背中に乗せてバタバタ騒ぐ。 来る早々からそんな具合で大介もたちまち懐いていった六時は経っていったが高尾の昇進は少しも軽くならなかったお市が自分にとっていかに大事なものであったかということを 彼はますます強く、ますます深く感ずるばかりだった。嫉妬もあるかもしれない。確かに森とお市を一つにした想像は呼吸を止められ胸を押しつぶされるような苦しさだった。心理的であるよりもはるかに直接な肉体的な苦問であった。けれどもそれにもましてお市が どんなに大事な存在であったかということ。彼女は自分を去ってからそれがわかったこと。そうしてそれほど大事であったお市を自分がなおざりにしてきたことなど。こういう思いがいつも頭を離れず取り返しがたい罪のように彼を苦しめた。もっと愛さなければいけなかった。もっと愛情といたわりがなければいけなかった。 彼は時々、そのように一人呟いた。そうすれば、あの男に会っても、あんなに気持ちを動かされはしなかったかもしれない。小市の心を、俺の愛といたわりで、いっぱいにしていたとしたら。悪いのは俺だ。俺は目らで馬鹿だった。しばしば彼は夜半に起きて、暗い庭の内を歩き回ったり、腰掛けによって、 何を思うともなく、じっと動かずに、長い時間を過ごしたりした。雨のない、暑い夏が過ぎていった。ある日の午後、大介の部屋を覗くと、勝ツと一緒にご水をしていた。勝ツは、上半身を大介の方へ向け、下半身を仰向けにしていた。 裾が乱れて、水色の蓋のの絡まった太ももがあらわに見えた。たくましいくらい成熟した、コリコリと張り切った、豊かな足であった。けれども、肌の色は驚くほど黒かった。高尾はすぐに目をそらしてそこを去った。今見たものは少しも彼をそそらなかったが、その印象は新しい苦痛を与えた。 いくらか野蛮なカツエの太ももは全く違うお市の体の記憶を呼び覚ました。お市の肌はもっと美しかった。白くて滑らかで、しっとりと柔らかで、そして吸い付くような弾力があった。しかし彼はそれを目で見たことはなかった。感じとして記憶には残っているが。お市は自分の妻であった。 いつも自分のそばにいた。いつでもその声を聞くことができたし、その姿は手の届くところにあった。そうだ。お市はそのように自分の近くにいたんだ。この手はお市を抱き、この肌はお市の肌に触れたんだ。だが、果たして本当に彼女を抱き、本当に肌と肌を触れたろうか。そうではなかった。 自分はお市を本当には見もせず、抱きもせず、肌を触れもしなかった。風が林を吹き抜けるとき、木々の幹や枝葉の表をかすめるように、ただ彼女の表面をかすめたにすぎない。そうだ。俺はお市というものを知らない。四年も一緒に夫婦でいて、俺はお市を少しも知ってはいないのだ。高尾はその日は、 湯気を取らなかった。ある日、かつえが大介のいない時に言った。不思議でございますわね。大さん少しもお母様のことをおっしゃいませんわ。お母様はどこって聞きますと嫌な顔をなさいますの。そして他のことに話を逸らしてしまうんですの。親に早く別れる子は親を慕わないと申しますけれど。 もしや、お母様のご病気がお悪いのじゃございませんかしら。悪意のないことは言うまでもない、結婚に失敗しても刺して苦にしない、さばさばと割り切った性質なので、感じたままを言ったのではあろうが、高尾には胸を刺されるほど痛い言葉だった。彼は叫びたい衝動をかろうじて抑え、そこを立ちながら愛願するように言った。 どうか、母親のことは言わないでください。できるなら、母親を忘れるようにしてやってください。ことによると、死別してしまうかもしれないのですから。どうか、お願いします。高尾は、なるべく大介を見ないようにした。お市が去った日から、大介は普通と、母の名を口にしなくなった。それは知っていたけれども、まだ、がんぜない年のことでもあるし、 周りに人が多いので気が紛れているのだろうと思った。母を恋慕われるよりいいので格別気に留めてはいなかった。それだけ余計にかつえの言葉に参ったのである。母のことを聞かれると話をそらすとか嫌な顔をするという。それは母の去った理由を感づいているのではないか。療養に行ったのではなくもう帰ってこないということを。 本能的に気づいているのではないか。親に早く別れる子は親を慕わない。彼も耳にした言葉ではあるが、現実に自分の子に当てて考えたことはなかった。しかし、勝ツの目にはそれが分かったのだ。意識的であるか本能的であるか。ともかく大介がそんな幼い年で、 母のことに触れるのを避けようとするのは、もう母には会えないと知っているために違いない。そう思うと、高尾には大介を見ることができなかった。大介が一人で遊んでいる姿など目につくと、胸がキリキリとなるようで、思わず顔を背けずにはいられなかった。そして、いつも勝影に向かって、大介を見てやってください。 他のことは何も構わないでいいのです。大介の世話だけしてくれればいいのですから、どうかなるべく、あれのそばを離れないでください。少しくどいほど、こう繰り返し頼んだ。本当は、そんなに言う必要はなかったであろう。かつえはいつも、大介に付ききりだった。お市はしなかったが、夜は抱いて寝るらしい。大介を背に乗せて、馬の真似をするとか、 庭で砂いたずらとか、鬼ごっこや、かくれんぼをするとか、自分が子供のように面白がって、先立ちになって遊ぶ。しばしばシア川や、亀岡山などへも連れて行く様子で。タイタンも大きくなったや、泳げうね。なると、高尾のところへ突然やってきて、言うことがあった。彼が途上するとき、玄関へ送って出ると、 たたま、ごちびよよ中という。春の頃は、ごちびよよよよだった。ごしゅびよろしゅう。この家中の決まった挨拶であるが、舌が少しずつ回り始めたのだろう。かつえと脇玄関で話すのを聞いても、あのちばめ、ほばたんちばめだね。などとかなりはっきり言うようになった。晴れ、タイタンのよ。タイタンのちばめね。こよぶの。 小呼ぶのよ。ほら、ほら、ツバメが転ぶの、大さん。うん、小呼ぶの。ほんとよ。小よんで、頭痛い痛いって、ここ、ぶっつけて。ある日、こんな問答も聞こえた。大さん、あれがツバメのお母様よ。不用意に言ったものだろう。ふっと声が耐えた。それから、大助が怒ったように言った。ツバメカーカンないよ。 秋にかかる時分、高尾はしきりに、家康の言葉をそっとつぶやくことが多くなった。人の一生は、重荷を負って、遠き道を行くが落とし、急ぐべからず。少年時代に、うのみに覚えたのだが、今、口にしてみると、深い慰めを感じることができた。森三之助も、お市も、重い苦しい荷を背負っている。小さい大助でさえ、 すでに心の中で重荷を負っているのだ。急ぐべからず。彼は夜半の雨の音を聞きながら、じっと目をつむってつぶやくのであった。みんなが重荷を追っている。境遇や性格によって差はあるが、人間は皆、それぞれ何かしら重荷を負っている。生きてゆくということはそういうものなんだ。そして、道は遠い。 互いに助け合い、力を貸し合ってゆかなければならない。互いのいたわりと助力で、少しでも、荷を軽くし合って、苦しみや悲しみを分け合ってゆかなければならない。自分の荷を軽くすることは、それだけ他人の荷を重くすることになるだろう。道は遠く、生きることは苦しい。自分だけの苦しみや悲しみに溺れていてはならない。高は、こう思うようになり、 お市を失った苦痛から、ごく徐々にではあるが、少しずつ立ち直って行けるように思えた。九月になって間もなく、吉永節太郎から夕食に招かれた。にわかに焼きめいた風の渡る酔いで、吉永の庭は、もう自慢の白はぎも盛りが過ぎ、すすきのほうが一斉に立っていた。たがのほかに、 宮田慎吾という愛客があり、見慣れない娘が吉永の妻女と一緒に休仕をした。宮田は吉永の役所の同僚だそうで、見慣れない娘はその妹であり、直行の。年は二十になると紹介された。この娘を見せるために読んだのだな。高尾はすぐに捜査した。ゆのは五尺二寸ほどあるゆったりした体つきで、 立ち居の落ち着いた口の聞き方などものんびりした娘であった。吉永の裁女に勧められると素直に逆付きも受け、吉永や兄が話しかけるとはにかんだりしないでごく自然におっとりと受け答えをした。そろそろおなみを聞かせてもらおうじゃないか。少し酒が回った時、吉永がそう言い、 彩女が召使いのものとことを運んできた。ゆきのさんはことでは教授の腕があるんだよ。吉永が高尾にこう言った。するとゆきのはほのぼのとした笑い顔で、教授にも色い々ろいろございますわね、と吉永の彩女に向かって言った。私のはこう弾いてはいけませんという教授。父も兄も酒が冷めると申しますわ。 その通りなんですよ。聞いてみればわかります。宮田慎吾が高尾にそう言った。うちでは酔いざましと折り紙がついているんです。高尾は黙って苦笑していた。彼にはまだ縁談などを受ける気は少しもなかった。それで娘の気持ちを傷つけないように、努めてその座の空気から自分を逸らすようにしていた。雪野の引いたのは、 おいまつという古曲で、極めて優雅なものであった。七。彼女のことが終わるのとほとんど同時に、高尾の自宅から使いがあった。急ぎの用事らしいので、中座の詫びをして帰ってみると、 大介が急病で医師が来ていた。大介は夕方から激しい発熱で引きつけたようになり、嘔吐と下痢が続いた。空母まで助からぬものと思ってください。医師はそう言って、その夜は朝までついていてくれた。明る日になっても大介は昏睡状態で、吐くもののなくなった嘔吐の発作と水のような下痢が止まらず。 高尾の目にも望みはないように見えた。一睡もしなかったが、役所にやむを得ない仕事はあったので、早く途上して午前中で帰ってみると、猿ヶ谷から松助が戻っていた。例月より少し早いが用事があったので来たということであった。彼は大助が絶望だと知ったのだろう。青い顔で目を泣き晴らしていた。そして、 高尾の昼食が済むと声を潜めて。奥様をご看病に呼んであげてくださいまし。こう言った。高尾は驚いて彼を見た。充血した松助の目は思い詰めたような賢明な色を叩いていた。高尾は首を振った。いけない。二度と言うな。そしてすぐに病魔の方へ立った。大助は びっくりするほど肉がこけ、皮膚は死んだような色になり、薄めを開けて小さくあえぎながら、絶えず頭をぐらぐらと左右に揺すっていた。かつえも夕べから眠っていないので、自分が変わるからと言って根に浮かせ、彼は一人で子供の枕元に座った。ちばめをたたま。ちばめのおちよ。大介は昨夜からしきりに、 同じ上言を言った。痛い痛いって、大んの、ちばめ、ね。こよんで痛いって、ほんとよ。ねえ、たたま、ちばめ、どこへも行かない、ねえ。ちばめ、いっちゃ、いや。大んのちばめ、いっちゃいやよ、いやよ。高尾は歯を食いしばった。重荷を負うて、遠き道を。彼は目をつぶって、 大輔、死ぬな。と、心の中で叫んだ。生きてくれ。生きてくれ。戦うんだ。死ぬな。石に勝ちりついても生きるんだ。苦しいだろうが頑張れ。愛願するように、こう呼びかけていると、後ろで耐えかねたように結び上げる声がした。お願いでございます。旦那様。慈悲が一生のお願いでございます。 松助の声であった。高尾はそちらへ背を向けたままで囁くような声で言った。お前が聞いていたらわかるだろう。大助は上ごとにも母の名を呼ばない。あれが出て行った日から一度も母のことは口にしないのだ。大助はこの小さな幼い心で母を忘れようとしてきたのだ。このままがいい。ここで。 あれを呼ぶことは、大助をも含めて、四人がもう一度苦しむことになる。そこを放して、お願い申すのでございます。一生のお願いでございます。松助は、口頭しながら言った。そしてこれは、奥様を呼び戻していただくことは、いつかは、爺からお願い申さなければ、ならないことでございます。高尾は、 静かに振り返った。松助の言う意味が、ちょっと、わからなかったのである。あれを読み戻すって。はじめに、おもを仰せかったとき、じいが何と申し上げたか、お忘れではございますまい。召使いの身で、不定の加担はできませぬ、などと申しました。何も知らず、れか者の一途な気持ちから、ただもう前後もなく、 申し上げたのでございます。何も知らないとは、どういうことだ。まるで違うのです。奥様には、不定などはございません。G は、二百四日もお付き申していて、この目でずっと見て参りました。奥様には、決して、不定などはないのでございます。松助、何を言い出すのだお聞きくださいまし、旦那様。私の申すことを、 どうぞ、お聞きくださいまし。松助は、とつとつとした口ぶりで話し出した。片手で自分の膝をつかみ、片手で涙を拭きながら。高尾は聞きたくなかった。叱りつけようとさえしたが、松助が、のっけに、森三之助が渋滞であって、嫁、幾く,くもないと言い出すのを聞くと、つい知らず、 話に引き入れられた。森三之助は数年前から肺を病んでいた。自分でも気づかなかったが、あの夜、高尾に闇討ちを仕掛けて転倒した時、不意に滑血したという。高尾が去ってから、市販時も動くことができず、会うようにして宿所へ帰った。猿が谷へは、お市に7日ほど遅れて行ったが、 つぐとすぐにまたかっけつし、そのまま寝たきりになったそうである。お市は三之助とはずっと離れた部屋で寝起きをした。三之助の部屋にいるときは必ず障子を開けておいた。宿帳にはもちろん偽名であるが、兄弟と書いて、それが宿のものに少しも疑われずに来た。平と、 はっきり縁が切れるまでは、それが当然だろう。松助はそう思っていた。その前にもし、二品見な様子でもあったら、容赦なくメンバーしてやるつもりでさえいた。しかし、二人の態度はいつまでも変わらず、松助の目にも、すがすがしく見えるようになった。彼らは、ほとんど話をしなかった。同じ部屋にいる時でも、お市は縫い物をしたり、 薬を煎じたりし、三之助は黙ってしんと寝ていた。時々短い話を交わすと、いつもお互いの小さい頃の思い出であった。そして、つい先夜のことですが、森様は奥様がお部屋へ去られてから、私をお呼びになって、泣きながらこのようにお話しなさいました。 松助は、うめくような声で言った。三之助は、自分とお市との関係を語ったのである。それは高尾がお市から聞いたのと同じもので、彼は自分が諸子であることも打ち明けた。江戸へ養子に行くことに決まり、行く前に一目だけ会いたいと思い、会うと一度では済まず、二度、三度と重なるうちに、今度は、 離れることができなくなった戦いきさつ、それも隠さずに語った。高尾の計らいで、猿方にへ来て、お市と二人になったとき、自分はすぐに気がついた。自分の気持ちは恋ではなかった。母のように、姉のように慕っていたのである。愛情というものを知らなかった自分に、 お市が初めてこの世でたった一人愛情を示してくれた。生まれて初めて愛情の甘やかさを知り、広やかな心の喜びを知った。そうしていかなる犠牲を払ってもお市を奪い取りたいと思ったのである。だが、いざ望み通り二人だけになったとき、自分にはお市の手に触れることもできなかった。 三之助は、こう言ったということだ。お市殿は、自分には、母親であり、姉である。お市殿の気持ちも恋ではない。母が子姉が弟を、いたわり、かばう愛情に過ぎない。ここへ来てから、二百育十日、お市殿の行き届いた解放を受けて、 自分は初めて人間らしい安らかな心を温まる日を過ごした。初めて生まれてきた甲斐があったと思った。おり様はこう言ってお泣きなされました。医者も言う通り自分はせいぜい今年いっぱいの寿命だろう。お度のは潔白だ。あの人は昔から自分の哀れさに同情していた。無法な懇願を拒むことができなかったほど深く。 親身に同情していてくれたのだ。不定な気持ちなどはちりほどもなかった。あの人の潔白は、神仏を証しに立ててもよい。あの人を頼む。自分が死んだら、売り開け、戻れるようにしてくれ。あの人、不幸にしないように。この通りだ。森様は、枕の上に顔を捨てて泣きながら、このじいに頭を下げて、 頼みなされたのでございまかおは素直に感動して聞いた三之助の執着は闇討ちをかけるほど激しいものであったそれがいざ許されてみると恋ではなかったという彼の態度が異常と言ってもいいくらいだっただけにそれが恋でなくて母や姉に対する愛情であったという告白は 高尾を素直に感動させ、いささかの疑念もなく受け入れていいと思った。爺は、口は下手でございます。思うようには申し上げられません。けれども、奥様のお気性は旦那様がよくご存知でございましょう。爺もこの目で奥様のご潔白は拝見して参りました。旦那様。松助は、 ぐしょぐしょに濡れた顔でこちらを見上げた。ボン様に万一のことがあっては取り返しかつきません。一日でも一夜でもようござります。どうぞ奥様をお呼び戻し下さりませ。どうぞ奥様に看病をさせてあげて下さりませ。一生のお願いでございます。高尾はしばらく黙っていたが、 やがて低い声で、しかしきっぱりと答えた。俺たちは苦しんだ。俺もお市も森も、お互いに苦しんだ。その苦しみを無駄にしないようにと思って、ああいう方法をとってみた。それはまだ終わってはいない。二人の潔白は信じるが、そのことにはっきり区切りがつくまでは、お市の戻ることは許せない。そうして、さらに低く、 つぶやくように言った。その時が来たら、俺が迎えに行こう。もし助かったら、大助を連れて。猿ヶにへ帰っても、これの病気のことは決して言うな。固く、申し付けたぞ。四五日して、吉永は来た。そうして、雪野をもらわないかという話であったが、高尾ははっきり断った。 その時は、大輔も危うく峠を越して、これなら命は取り留めるだろうと医師も言い、高尾はようやく息をついたところだった。坊やがそんな病気になるのも母親がいないためだ。どうしたって頼んだものではダメなんだ。吉永は大層乗り気らしくこう言った。子供のためにももらうべきだよ。見当たれば約束だけでもいいと言ってるんだ。 お市が戻るかもしれないんだ。高尾はそう答えた。当時は病気によかったらしい。詳しいことはいずれ話すが、多分戻ることになると思う。そういうわけだから。吉永はむっと口をつぐみ、いらむようにこちらの顔を見て、そしてその話にはもう触れずに去った。それから、 七八日経ったある朝、大輔が何かひどくむずかっているので、高尾は途上の支度を手早くして行ってみた。勝ツが懸命になだめているが、彼はべそをかいて、足をバタバタさせて何かせがんでいた。ツバメを見るんだとおっしゃって聞かないんですの。まだ起きたりなすってはいけませんのに。よしよし、そのくらいならいいだろう。元気な暴れようを見て、 高尾は、そそられるような気持ちになり、ヤグを跳ねて、大助に手を伸ばした。玄関ぐらいならね、さあ、抱っこして。おお、これは重くなった。大さん、また重くなったぞ。大胆、重たい。は <laughs> 重たいね。かつえが背中を薄やギでくるんだ。重たい、重たい。ケーキが良くなったから重たい、重たい。さあ、行って、ツバメにおはようをしよう。ツバメもね。 第三、おはようって言うよ。おはようって。つばめはもう、いませんですよ。後ろから、かつえがそう言った。二三日前から、いなくなりましたの。もう、南へ帰ったのでございますわ。高尾ははっとした。つばめは去ったという。上ごとにまで言っていた、大介のつばめが。通ったのたたま、ちばめ通ったのうん。 ツバメはねえ。遠惑しながら、高尾は脇玄関へ出て行った。差し掛けの針に巣はあるが、そこはひっそりとして、見ただけでも住む主のいなくなったことがわかる。大介はべそを書いて、ツバメがいないと泣き声を上げ、父親の腕の中で身もえいをした。ツバメはねえ、大輔よくお聞き。ツバメは寒くなると、暖かいお国へ帰るんだよ。 あっちの遠いお国へね。高尾はこの方へ方を寄せながら言った。そして春になってこっちが暖かくなるとまた第三のお家へ帰ってくる。第三が四つになるとツバメはちゃんと帰ってくるんだよ。シバメ、また来うのまたああ、ちゃんと帰ってくるよ。高尾の胸に熱い湯のようなものが溢れてきた。 彼はほとんど涙ぐみながら、大介に向かってささやくように言った。暖かくなればね、ツバメも帰ってくるし、ダイさんの母さんも帰ってくる。もう少しの我慢だよ。冬を越して、春になれば、ダイさんが偉かったからね。